れだ。アジアっていう漆黒の盾石シゲ様に伝説のエジンド佐藤亮クレイジージャングルボールスペースの2つ機械の新人ウィーサーフローそして中トンの友達小林雅彦さあ、メンターの最高にロックのやつら出てこいよ。Do-d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 o
さようございます。秋雨前線も通りすがるこの世の中、いかがお過ごしでしょうか。運動会を開催することができて心よりお喜び申し上げます。私からは1点大切なお話をしたいと思います。あちらの後ろにある校門のシンボル、そう、彼の名は二宮金次郎。イベントではありません。なんでそんなこと言うのとすんの、ね、ありますか。やっぱりね、皆さんね、この運動会っていう楽しい雰囲気にかまけてね、やっぱりね、ハメを外しちゃう気がある。あ、それは良くない、それは良くないよね。ハメを外しちゃう、いや、ハメを、うん、ハメを外して、むしろね、あの、ハメキュッ、ハメは外して、ね、ダメだよ、ね、先生、そういうのね、全部ね、監視カメラでね、もう録画してますから、本当にそれダメじゃない、やらないでください。盗撮じゃない、それそれね、うん、まあやっぱり先生もね、うん、やっぱ運動会でこういうこと言いたくないんですよ。言わないよ、言いたくない。やっぱね、最初からね、せっかくね、楽しい雰囲気の皆さんに、どんなに仕事担当だと言ってもね、水を差したくないわけですよ。差したらダメだろ、ね、本当に水差した。ですのでね、皆さんもね、ズキャンしたり、ズキャンしたり、ズキャンしたり、ズキャンに差したりしないでください。自分も分かっちゃってんじゃん、だって絶対ズキャンで差したりしないでください。言っちゃいけない、分かっちゃってんじゃん、だってお前本当に。先生も水差さないで、皆さんも差さないでください、本当にね。気をつけてください。分かっちゃってんじゃん、自分で言っちゃいけない。ね、まあ、とりあえず先生から処置は以上です。待って皆さんね、これ絶対守ってください。待って、ね、待って、ちょっとさ、え、ちょっと待って、トップバッター、サマーライブのトップバッターだよ。え、下ネタで終わりでいいの、ちょっと。ピョン、俺下ネタ言ってないから。言ってないし、うん、ごめん。普通のこと言ってるからね。え、このままでいいんですか。ダメですよね。ダメですよね。次の曲言ってもいいですか。ありがとうございます。次の曲盛り上がってくれますか。イエーイ、もう一度盛り上がってくれますか。イエーイ、それでは聴いてください。世界が終わるまでは。大都会投げ捨てられ